昭和30年御年55歳の昭和天皇に折に触れてと題して、戦後の経済成長と日本の将来を花に例えて歌われたお歌があります。日本の国に再び春が巡ってきた。さあ日本の国よ、もっと世界の花園で大きく咲き競う花となって活躍してほしい。そして日本の活躍によって世界が一層充実した世の中になることを望んでいると、そのご心中を吐露された美しくも素晴らしいお歌となっています。なりわいに花になりゆくよこそ待たれる、なりわいに春は気にけり咲きにょ、花になりゆくよこそ待たれる。Thank you.